聴マックサブチャンネルご覧いただきありがとうございます。カメラ回してなかったんですよ。今日食べるのはっていうかもう食べちゃってるんですけど、じゃじゃん、だし巻きおむすび、はい、たまにねもう完全に終わってからね気がつく時あるんですよね。エアガンレビューもそうなんですけど、ね、意外とねこの録画し忘れってあるんですよね、はい、ほら美味しそうでしょ。でね、食べた感じはね、うまいです。まずこのだし巻き卵の甘さと昆布のね、あのおかかの味とか混じってる感じがあって、うん、食べやすい。味はね、控えめで、うん、まあ、がっつりではないんですけど、うん、いろいろ味が楽しめて、食べやすい。またこの卵は柔らかくてね、うん、うん、もう、だしが決めて、ちょっと高いんですけど、税込みね198円という感じなんですけど、うん、いいですね、うん、90点かな。なかなかおすすめです。というわけで、だし玉おむすび、ファミマで売ってたやつをいただきました。最後までご視聴いただいてありがとうございます。お、いいタイミングで鳴った。